マミコ夫人をニューヨーク紙が異例の特集大谷翔平への献身に注目。ファン反応、彼女は美しい。25日、日本時間26日に開幕したワールドシリーズで世界一を目指すドジャースの大谷翔平投手。米紙、ニューヨーク、ポストがマミコ夫人を特集し、結婚発表から約8ヶ月が経過しているタイミングにもかかわらず、 改めて経歴や結婚時の様子などを紹介した。翔平、大谷は2024年2月にインスタグラムでの電撃投稿で、日本人女性との結婚を発表し、世界中のファンを驚かせた。大谷にとっての最大のサポーターである彼女について、知っておくべきことはこうなっている、と同志。マミコ夫人が他競技のアスリートだったことを伝えた。 またドシャースの一員としての初めてのスプリングトレーニング前に結婚を発表したことや MLB での最初の6年間はエンゼルスでプレーした大谷は妻は数年来の知り合いだと報道陣に後ほど語っていたなどと慣れ始めにも言及した2023年12月にドジャースと大型契約を結んだ大谷がドジャースの選手としての初めてのスプリングトレーニングを開始する前に この MVP2 度の選手は2月に結婚したと、当時の状況を説明。突然すぎる発表は、ファンだけでなく MLB にとっても寝耳に水だったようだ。その後は韓国での開幕シリーズを観戦し、チャリティーイベント、ブルー、ダイヤモンド、からへの参加、シーズン中のドジャースタジアムでの観戦、救援参加など、大谷のそばで支えていたことを振り返っている。 大谷という野球界、そして日本のアイコン的存在の妻として、大谷同様に注目を浴びる中、一大イベントに駆けつける献身的な様子を伝えている。同志がこの記事を紹介した X、旧ツイッターには、彼女は美しい、パワーカップル、などのコメントが寄せられた。